はい、さんどうも吉松です。ということでねあのー、まあ自粛生活もねちょっとこう緩んできたというかですねこの岐阜地区もですね岐阜県もですね嬉しいことに若干緩和されるようですというところでねまあいずれにしても基本的な生活習慣変わらないので。 まあ家に行ってテレビ見たりとか、まあ、テレビはあんまり最近見ないんですけどもうあのワイドショー見るとあの結構こういうネガティブな情報が入ってくるんで最近本を読むことにねしてますこれはまあいろんなことで勉強になるからで読む時にはですね、まあ、この先生のものが、まあ、ちょっと読むことで疲れたらこの先生のものに戻るということで非常にいいですね柴良太郎先生ということでね、うん、これは光妙月字」といってですね山之内人用の話です。 孔、ね、明,明というのは、まあ、名を挙げるということです。いい方の名前ね。あの今東光先生の小説で悪名ってあったでしょ悪い名前悪名。<laughs> あるいは悪い名前を要するに悪い評判なりその悪い噂を流すと自分についてね。それ逆で孔明というのはいい評価、まあ、人事評価みたいなもんですわ昔で言うあの、ね、人事評価。 要するに今あとこあ信長に仕官するんですけど山根勝というのは信長の覚えがいいとあるいはそのねつけられてしまてまあ秀吉の家臣としてつけられたんですけどそれの覚えがいいということでね、うん、で柴良太郎先生これの意味はですね柴線という昔歴史、まあ、大志公とも言うんですけど四季というものを書いた柴線という歴史家がいるんですよ。 でこれ柴生にですね、この柴生がこの柴ラ先生が尊敬してて好きで、その柴生に対してはるかに及ばない男太郎とで柴龍太郎という説があるそうです。これ私は次回で聞いたことが本人からじゃなくて小説家先生が聞いたんですけど、柴生にはるか及ばずということでまあ自分を謙遜してつけられたということで、はい。 でまあ司馬先生なんですけどあの司馬先生はね大変こう変わったね非常にあの今で言うと珍しい書き方をしてみえます。それは今は流行らないんですけどあのー、結局どういう書き方かというとねあのー、何かな鳥の目鳥の目で 大空からです、ね、こう人間を見ているような感じそういう感じのベースのこれまあ歴史群像なんですけどこんな感じで司馬先生はあと人間を見てますでこれねうんだからあの独特ですよ書き方が。この先生のまではできないです。 これはもう本当に独特の書き方があって普通はあの例えば何とかの視点って言ってると視点の人物がねあの視点人物が決まってくるもんなんですけど例えば山之内これだと山之内一豊とか山之内妻の千代ねまあ,あの千代さんね、まあ、馬ぞれ天正9年の馬ぞれにね大枚十両の。 あのお金出したっていう調査とかっていう個人の視点になるんですけど、あの視点が個人になるんですけど、先生の場合はですね、あのこの作者が出てくるときもあるんですよ。自分が、うん、余談であるかということを言って、作者が出てくることきゃあるんですよ。それからあの人物が一個のその小の小っていうか。 一個の区切りの間に視点、人物がパッパッパと変わるときあるんですよ。で、作者がポコンと顔を出して。まあ、これ読んでもらえば分かるんですけど、普通こういうことをやるとね。ガクッとで、ね、読むスピードが遅くなるんですよ。なんでかというとあこれ作り物なんだってね。なんやかんや書いて今まで一生懸命読んできたけども、急に余談であるがっていう風うに出てくるとあ。これ作り物だったんだって言って、あのが削がれるっていうの。 うん、だからそうなっちゃうもんで普通のまああの三流とかそれより以前の人とか二流の人がやるとほっと読みにくくなるんですよ。ところがこ,れこの人は超一流なんでこういうことをやっても全然スピードが落ちないというね予断を書いても落ちないし自分の表自分のなんか人物表を途中でポコッと差し入れても落ちないんですよね全然ねそういう読むスピードが落ちないというか。 素晴らしい先生ですよ、この先生は。例えばね、まあここにちょっとあの、あれです。あの山之内関東がね、まあ当然いやあの信長に、信長のね、あの反対勢力だったんですよ、織田家で。うん。でもまあ、ちょっとこう信長の方について、主君のなんかこの半額とかあったら、信長についちゃって、で信長から今度秀吉に、あのまあ なんだかね、秀吉の家臣にされたんですけど山梨和とはでですね、まあ、秀吉についてですね、あのー、まあその中国遠征今でいう中国地方の遠征に行くんですけどでビーチュー高松城っていうところへ秀吉から言われてねお前いっぺん見てこいと偵察してこいと言われて250人の自分の兵隊を連れて自分の兵士を連れて見に行くんですよ。ほんでね 城は三方,三方山に囲まれた盆地の中央にあり城兵五千と首相守将ですね首相は清水宗春である、まあ、有名な将ですよね家門これは山之内海人のことです家門は敵城のほとりに馬を立てたほほうこれは妖怪でござるなと後藤吉兵衛はこれは家来ですが馬を寄せてき来て こここのとこですよ次「なるほど要害である」これは柴先生の声なんですよ、ねこれ <laughs> うん、だってもしもこれ家えもんのね言葉だったら私だったら「なるほど要害である」とか書かないですよね例えば、うん「お前もそう思うか」みたいなことを書いたりとかあのいうことなんですけど「なるほど要害である」。 そんなことをズバッと書くっていうことはここで本人っていうか先生がこれはねあのまあ戦国小説にはこういうふうに本人っていうか作者が出てこないととてもなんじゃないけど話がつなげられない部分が結構たくさんあるのでこういう書き方はねできるんですけどこれが絶妙間が絶妙です。はい であのまあ、これ土佐のねあの藩主になるということなんですけど、まあ、ゆくゆく関原とかいろいろなことがあってでえっ、ー、とこの高斐野勝寺でねあの、まあ、山之内一豊で有名なのは、まあ、あの馬ぞれですね天正9年の馬ぞれえっ、ー、と天正9年の馬ぞれ馬ぞれという馬ぞろえ がありましてでこれのまあ治よねうんこれだからなんかあのまという説もあるんですけどまあ治よですねこの場合この本にも治よと書いてありますので治よこれはあの性質これがですねあまあいろんな説があるんですけど一つの説としてあのー、まあ岐阜県に具上八幡という大変風光明媚なところがありますわ、まあ、私もですね。 あまりいいとこなのでということもあって、縁もあって、4年間住んでましたけど。大変いいとこです。人情もいいし、それから水もおいしいし、空気もきれいだし。そこのですね、出身という説があります。これはまあ、あの、調べて、み見てもらえば、ググればすぐ出てきますけど。えっと、この千代さんがですね、まあ、あの黄金十枚をですね。黄金十枚をですね。鏡、鏡台。鏡の。 あのそれでねえー、と栗毛のね栗毛栗毛のいい馬を買ったということなんですそれをもってこの天正9年のまぞろえで並んだら信長がいい馬だなと言って株が上がったというまあ内助の功っていうんですかね奥さんのおかげで出世の糸口がつかめたということになってますけどうん。 あのー、まあ確かにね、あのー、そういうことはあると思いますよ。まあ、車今では車ですよね。車。あのー、ちょっと、あのー、中途採用した社員がねその40か3 5五6の社員が、あのー、結構カウンタックとかね <laughs> まあその辺スポーツカーイタリア製のねマセラッティなんか乗ってきてだんだんいい車だなという。 車づくり社長がな「なんだあいつは」ってなっていやあのちょっと支えをした男ですってねランボルギーニかマスラッティかねそういう感じになってしまって、まあ、ちょっとこうなんだよっていう感じでまあ格が上がったっていうことなんですけどまあ奥さんがね、まあ、いい、まあ、旦那さんも良くないと奥さんも良くならないんですけど。 やっぱり男の場合は、まあ、女もそうですけどやっぱり配偶者って結構変わってきますよね人生はかなり私の周りでですねあの本当にあのなんでこんな女とずっとずっと結婚してるんだと分かりゃいいのにと思った人もいますしだからもう格差がすごくある夫婦もいたしそれからすごい美人の気がてまし,たしいい奥さんの割には旦那が威張っちゃって。 そのありがたのは全然わからないといとうなぜこの奥さんの素晴らしさが今度あんなからないのかなというそういう方もいましたし、まあ、離婚した人 ×1 の人 ××1 は知ってるな結構 ×2 はあんまりいないな ×1 は結構いますけど私の周りでもそういうこともありますだから奥さんとの絡みっていうのは結構男も大きいまあ女も大きいですけどねうん女に言わせるとね。 女性に言わせるとそれはあんたが悪いんだよと、ね。あんたがそれなりの男であれば私もそれなりの女になるんだけどあんた程度じゃねえなれないよということかもしれません。はいまあいろいろありますけどこの人はまあ出世山主隆塚は出世しまして土佐の国主になりましたということで <laughs> 藩主になりました土佐藩のね、はい。では皆さんまた次回お会いしましょう。 Гудак.